磯をかける第65章の旅。今回拓也が向かったのは京都府舞鶴エリア。磯釣りの基本を学んだ拓也のホームグラウンドであり、多くの釣り人が足を運ぶ人気のフィールドなのだ。初日、夜明け前の港では舞鶴の海で夢を追う釣り人たちが出船の時間を心待ちにしていた。秋深まる今がまさに最高のチャンスであることを皆知っているのだ。熱い気持ちを胸にやってきたのは若者も同じ。とはいえ、日本海で竿が出せると考えただけで十分に幸せなのである。この日は北寄りの風が吹いており、海にはうねりが出ている。やはり沖に面したエリアはどこも厳しいとのこと。安全を最優先に船長が案内してくれたのは毛島の海藻。なぎに恵まれたとは言い難い状況。しかし与えられた自然条件の中で目いっぱい楽しむだけなのだ。夜が明けた。高ぶる気持ちを落ち着かせるようにゆっくりと準備に取りかかる。しけてますね。久しぶりすぎて全然地元の感覚が。よく見てる景色ですけどね。でも本当久しぶり、実際に磯に上がって釣りをするのは。多分いい魚を釣るチャンスは十二分にあって、でもそう簡単にはまだいかない感じかな。船長もアジがいたりするって湧いたりするって言ったから、結構あれかな、テクニカルな部分もありチャンスタイムもありみたいな。風がね結構ね吹いてるんでね、どっちにしても風の中の釣りなのは当分は風が止まない限りはなるでしょう。深い釣りになるかな。どんな展開になるのかを想像しながら仕掛けを組んでいく拓也。まだ水温が高く餌取りが多いとの情報もある。さあ、第65章の旅はどんなエンディングになるのだろうか。おはようございます。11月、少し肌寒いね朝を迎えてます。ここは、京都府の舞鶴ですね。僕の地元です。と言ってもですね、本当にね地元なんですけど久しぶりです、地元で釣りをすること自体がね。で11月なんですけど、もうね日本海側っていうのは全国的にそうですけどね、季節が吹いちゃってしけてくるんですよね。だから本当もう凪の日を待って出たい、でも出れたらチャンスがあるっていう感じの水温に落ちてくるところなんですけど、今年はちょっと高いみたいですね。若干朝港で話してると、まだ餌取りがいたりすることがあるみたいなんで、どうなるか本当久しぶりなんで分かんないんですけど、やっぱりちょっと北風が吹いちゃってて沖へはなかなか、出れない状況なんですけど、まあやれる限りのところでね磯には上がれてるんでチャンスはあると思います。多少やっぱりまだ、水温高いところ引きずってるんで苦戦はするでしょうけどね。でも長い時間釣りはできるので、その中でワンチャンスでいいんです。地元の最高と思える魚を追いたいと思います。さあ釣り竿です。
とですね、ケシマっていう大きい島に乗ってるんですけども、こっちがですね、岡向きというか南向きですね、港が見えてます。で、船着きがここでしたね。ここに船が着きました。で、基本的にはぐるりね、釣りが可能です。で、こっちが北向きになります。で、風が今日は北風なんで、こっちから吹いて港の方に吹いてる方ですね。で、風が避けたければまずこっちの船着き側になるんですけど、こっちをね、ずっと釣りが可能な場所が続くんですけど、波があって結構でかいさらしが出てますね。で、こっち側面は北からの風が横に抜けるので、さらしもでかい、2つもね、釣りにくい要素が絡みます。なので避けたい。で、こっちが北に面した向きなんですけど、風は向かい方です。さらしもあります。でも横よりはさらしが弱いっていうのが一つと、それから、向かい方ですけど居心地は悪いですけどね。ただ釣りとしては横風よりは釣りがしやすいというところです。だから追い風で南を釣るか、向かい風で北風を釣るか、風の中はもうどっちかしかないと思うんですよ。ただやっぱり沖を向いてね、潮がしっかり、沖の潮が当たってくる面からちょっと釣りをしたいと思いますんで、まずこの北に開いた方ですね、向かい風の中ですけど、まずここからやって、潮と魚見ながら、もしかしたら南向きで動くかもしれないですけどね、まず最高の景色の中で北向きでやりたいと思います。ここから行きます。よろしくお願いします。舞鶴一投目行きます。よし、おはようございます。力強くロッドを振り抜いた。感動の一匹と出会うために、京都の、いや、舞鶴の平和です。ご無沙汰します。3年ぶり、お願いします。どうかな、あ、アジが出てきましたね。アジが見えます。やっぱりいるか、豆アジですね、あれはね。ちょっとしばらくシンプルに沖と手前釣り分けてみます。手前に巻き巻いて、沖にも巻いて、仕掛けを沖に入れると、なるべく間にこぼさないようにしてですね。できるだけさらしは避けるべきかな。アジかな、アジでしょうね。あ、違う、え、うわー、アジじゃない。アジみたいな可愛いグレでした。釣れるじゃないですか。コマセに群がるアジやスズメダイではなく、グレが食ってきた。久しぶりのホームグラウンドで、何はともあれ嬉しい一匹である。タックルです。竿は極小 1.2 の 5.3 メートル、
リールがハイパーホースですねの2500番、タイプ G 使います。タイプ G 道糸が2号、ハリスも2号です。で、浮きが 2B ですね。セメル 2B で、ハリスが2色半、できるだけ長く取ります。2号のハリス2色半、サルカンで連結して、サルカンのハリス側すぐ下に 2B の重り1個だけ打ってます。あとは2色半のハリスは重りなし、浮き止めありし、盛り玉ありで誘導が約1色半取ってるんで、今4キロぐらいですね。針がグレバリの6号です。まずここからちょっとスタートします。刺し餌となるオキアミは生だけでなく餌取りにも強く、遠投しても外れにくいハードタイプも準備。もうちょっと静かかなと思ってたけど甘かったな。賑やかやな。全然負けがしてない、入らないぞこれは。一瞬で食べ尽くされとんの。沖まで出ちゃってますね、サトリたちがね。もう少し浮力殺したいんで、サルカンから矢引きぐらい下に G の5を1個打ちます。ほとんどがスズメダイとアジですね。たまに小さなグレが見えますけど、すごい数多いな。ちょっと秋の大運動会にしたら遅いぞお前ら。もう終わってないといけない季節でぞ、賑やかなのは。しばらく投げる展開をちょっと続けてみます。一番シンプルなやり方ではあるんで。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。